ホカリトシヒコは、日本中央競馬会、ニホトレーニングセンターに所属していた元機種。1998年、JRA 競馬学校機種課程を14期生として卒業し、和田正道旧社所属機種としてデビュー。同期には、池添健一、白浜雄三らがいる。3月2日、JRA 史上38人目となる、初騎場初勝利を挙げ最先の良いスタートを切る。なお、 地方競馬では1999年12月15日には、浦和競馬場で、初騎乗し7着、初勝利は、翌2000年1月25日に、同競馬場で記録している。しかし1998年4月11日、中京競馬第4競争で、スイート攻撃騎乗の際、減量に失敗し、負担重量 51kg を超過してしまう。 そのため前、検量時に故意に装着バグの一部を外し、計量するも、レース後同馬が6着となったため後検量の義務が、発生自然検量時の不正が発覚、注意義務を怠ったとして開催日9日間の、非常停止処分となる。これ以降、非常機械は減少し、1年目の非常数は100を下回る結果となり、減量機種の恩恵を受けられる3年間は、非常機械に恵まれずに終わる。 その後、平地競争への帰場は減少。障害競争中心の帰場となるが、2006年と2007年の新潟ジャンプステークスを連覇するなど活躍していた。2012年6月16日、福島競馬場での競争中に落馬し負傷。以降は、競争に帰場することなく、同年11月30日付で騎士を引退。同年10月より所属する新海高一級舎で、 調教助手になった。ありがとうございます。